皆さんこんにちは、サップです。皆さんはアルディーノを知っていますか？アルディーノとはワンボードマイコンの一種で、 IO ポートを備え、インタラクティブな装置として用いることができるものです。そんなアルディーノにもたくさん種類があるのですが、私は汎用的に使えるアルディーノ UNO を愛用しています。しかしアルディーノ UNO を買おうとすると正規品で3000円程度かかってしまいます。私は年中金欠なのでアルディーノ UNO をたくさん買う余裕がありません。なのでアルディーノ UNO を自作しようと思います。実はアルディーノ UNO はこの ATmega328TPU という IC が本体みたいなもので、この IC がプログラムを実行してくれています。つまりこの IC があればアルディーノ UNO が作れるわけです。今回私が作る方法と同じなら1台あたり約500円で作れちゃいます。これならアルディーノ UNO をたくさん用意できそうです。それでは早速作っていきましょう。アルディーノ UNO にスケッチするにはマイコンにブートローダを書き込まないとできないので、ブートローダ書き込み装置を作っていきます。まずありがたいことにアルディーノ公式サイトでブートローダ書き込み回路図が公開されているので、その回路図を元にブレッドボード上に組んでいきます。このように回路を組んだらアルディーノ UNO を PC に接続し、正しくブートローダを書き込めるか確認してみましょう。アルディーノ IDE を立ち上げ、スケッチ例からアルディーノ IST を選択します。すると別ウィンドウでアルディーノ IST のプログラムが立ち上がります。次にツールを選択し、ボードがアルディーノ UNO になっているのを確認し、シリアルポートをアルディーノがつながっているポートを選択します。そして書き込み装置がアルディーノ AS ISP になっているのを確認したら、その下にあるブートローダを書き込むボタンを押します。しばらくして下側にブートローダの書き込みが完了しましたと表示されたら、正しく書き込めた、つまり回路が正しくできたということなので、続いて基板にハンダ付けをしていきます。まずは先ほど組んだ回路を元にどのような配線で基板にハンダをするか考えます。基板は普通のユニバーサル基板でもいいんですが、アルディーノ UNO に直接差し込んで使えるようにアルディーノ用ユニバーサル基板を今回は使用します。基板の配線図が完成したらハンダ付けを行います。ちなみに基板の配線図に不備があったけど、一応動作はしてくれました。まず部品を配線図通りにハンダ付けし、次に部品同士をつなぐ配線をハンダ付けします。ハンダ付けが終わったらアルディーノ UNO に先ほど作った基板を接続し、アルディーノ UNO を PC に接続します。接続したら先ほどと同じようにアルディーノ IDE を立ち上げ、ブートローダを書き込みます。これでエラーが出なければ完成です。アルディーノ互換機を作っていきます。自作のアルディーノ互換機にプログラムをスケッチする方法はいろいろあるのですが、今回は USB シリアル変換モジュールを使用してスケッチします。まずはこのようにマイコンと USB シリアル変換モジュールなどをブレッドボードに挿し、マイコンと USB シリアル変換モジュールを結線します。そしてアルディーノ IDE を立ち上げ、スケッチ例からブリンクを選択します。そしてシリアルポートを USB シリアル変換モジュールのポートを選択したら書き込みを行います。少し待ってボードへの書き込みが完了しましたと表示されたら、 LED と抵抗を該当の場所に挿し、 LED が約1秒間隔で点滅していれば成功です。続いてハンダ付けを行います。まずUSB シリアル変換モジュールの方からハンダ付けをしていきます。先ほどの回路を元に回路図を作成し、それに従ってハンダ付けをしていきます。最初はこのようにピンヘッダをつけて、ピンヘッダに USB シリアル変換モジュールをつけようと考えていましたが、アルディーノで正しく書き込みができなかったため直付けで USB シリアル変換モジュールをハンダします。これで USB シリアル変換モジュール基板は完成です。続いてアルディーノ互換機本体を作ります。こちらも先ほどの回路を元に回路図を作成し、
それに従ってハンダ付けをしていきます。ハンダ付けが終わったら、先ほど作った USB シリアル変換モジュール基板をこのように取り付け、 PC と接続します。そしてアルディーノ IDE を立ち上げ、ブリンクを書き込みます。書き込みが完了したら、 USB シリアル変換モジュール基板を取り外し、 LED と抵抗を該当の場所に接続し、電源を接続します。そして LED が約1秒間隔で点滅していれば完成です。いかがでしたか？今回はアルディーノ互換機の作り方を紹介しました。実はアルディーノ互換機の作り方はたくさん存在し、この作り方は一例に過ぎないので、皆さんが納得いく作り方を探してみてくださいね。この動画に関して不明な点がある人はコメント欄で気軽に聞いてくださいね。できる範囲でお答えしていきます。それではご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録や高評価、共有などよろしくお願いします。 Twitter などのフォローもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。